ユミナナミです。今回のエスプラザ TV は第272回目のエスプラザ TV です。それでは早速先週末の振り返りのビデオどうぞ。倒れそうな時もう前に進めないって感じた時諦めようと楽しみだ。ダンサエスプラザ SC-U14 の石塚大ちゃんとみのです、2週連続のユースの試合では、2週目も結果を残すことができて勝利に導くこともできたのでとても良かったと思います。中2では関東参入戦も控えているので、コンディションを整えて挑みたいと思いますので応援よろしくお願いします。エスプランサージュニアユース1年の上西翔太です。この前の試合でゴールを決めることができました。これからの試合も全部勝って1部に昇格しますので応援よろしくお願いします。エスペランサ SC の中1の井口芳郎です。前回の試合では、いっぱいたくさんシュートを止めれてよかったです。次の試合も頑張るのでよろしくお願いします。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre。 これは6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月という意味です。皆さん、ぜひ覚えてみてください。今週末の予定です。今週末は U15、のリーグ戦の決勝戦があります。勝てば、1部リーグの、優勝となりますので皆さんぜひ応援よろしくお願いします。その他の予定を最後にチェックしてみてください。今回のスペイン語レッスンはここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。